日本では国籍法14条1項により、外国の国籍と日本の国籍を有する人は、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があり、選択しない場合は日本の国籍を失うことがあります。国籍離脱を認めない国があるなどの理由で、あくまでも罰則のない努力義務。大坂なおみ選手の活躍をきっかけに、この件が改めて取り上げられ始め、主にリベラルメディアから、日本は国籍法を見直すべきなのでは、という内容の主張を耳にするようになりましたが、今回の翻訳元の記事も、そういった意見になります。記事は日本の様々な情報を外国人に伝えるサイトが投稿したもので、世界的には多重国籍は一般的であるとした上で、日本は時代遅れのシステムを変える時だと指摘、失敗すれば日本社会を手助けしてくれる外国人の流入が止まり、人口の高齢化や縮小により日本は活力を失うだろうと結んでいます。この主張に対し、外国人からは異論が続出しています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。